浸水のイギリス海軍の駆逐艦 EQ1931 年の海軍計画で1932年11月1日にウォールセンドのスワンハンターウィガム・リチャード・ソン社に発注1933年3月24日寄港1934年3月19日浸水1934年9月28日に収益し 兵装などの政府が供給するものを除いた建造費用は247,279ポンドであった。1935年1月から3月に行われた本国艦隊の西インド洋諸島への巡航に同行。アビシニア危機の際、1935年9月から1936年3月までエスクは地中海艦隊に所属した。スペイン内戦時は、 副寛省委員会の布告を実施するため1939年3月までスペイン海域を巡回し、それからイギリスに戻った。ミュンヘン危機の際はエスクと同系艦のエクスプレスは一時的にノアの第9区逐軍に配属され、1938年10月3日に機雷敷設訓練を行った。1939年6月24日にエスクは予備役となり、 8月2日まで最終駅しなかった。エスクは15日に予備艦隊の艦艦式に参列し、8月28日から機雷付設艦への改装工事が開始された。改装は1939年9月7日に完了し、翌日エスクは第20区軍に配属された。9月9日、10日夜、エクスト駆逐艦エクスプレスはヘルゴラントバイトに機雷を付設した。 9月23日から26日までエスクは戦艦ロイヤル、サブリンをスカパフローからポーツマスまで護衛し、12月中はミルフォードヘイブンやポーツマスから機雷敷設作戦を実行した。12月17、18日、エスク、エクスプレス、イントレピット、アイバン法はエムス川川口沖に機雷240発を敷設した。 12月29日から1940年1月26日まで、ポーツマスで修理を実施。修理完了後、6ヶ月間エスクは、ライ不設を行う特設ライ不設館プリンセス、ビクトリア及びデベットバンクの護衛や、エスク自身でのライ不設作戦に従事した。3月3日、エスク、エクスプレス、イカルス、インパルシブは、ヘルゴラントバイト内のホーオンズリーフ近くにライを、 不設し、この機雷で3月13日頃に、ドイツ潜水艦 U-44 が沈没した。4月初めに、エスクはスカパフローの本国艦隊に配属され、ウィリフレット作戦のため、第20区逐軍の艦と共に WV 部隊に配置された。4月5日、WV 部隊は第2区逐軍の駆逐艦、ハーディ、ハボック、ホットスパー、ハンターに護衛されて、 スカパフローから出撃した。第二十九区軍の艦は4月8日朝にベストフィヨルドに234発の機雷を付設し、それから巡洋戦艦レナウンと合流した。15日、エスクは戦艦ロドニーを護衛してスカパフローに帰投した。5月10日にエスク、エクスプレス、イントレピット、プリンセス・ビクトリアは北ホラントシューベルゲン沖に236発の機雷を付設し、 5月15日には、エスク、エクスプレス、アイバン砲は、フックオブホーラント沖に、機雷164発を付設した。この機雷原で7月26日に、ドイツの総海底、M61、M89、M136 が沈んだ。5月29日、X は、ダンケルクからの撤退作戦に加わる。5月29日から6月3日までに、 エスクは3904名を脱出させ、その中には空襲で沈没した船スコシャから救助した1000人以上のフランス兵が含まれる。この最中に生じた軽微な損傷を修理後、エスクは以前と同じ任務に戻った。1940年8月31日、エスクは駆逐艦、イントレピット、イカルス、アイバン砲、エクスプレスと共にテセル島北のオランダ沿岸への キライフに向かった。その夜、新たにフ設されたドイツのキライハラでエクスプレスが食らいし、干渉が吹き飛んだ。さらに救援のためエクスプレスに接近したエスクも食らい。約15分後にも、干中央部で再び爆発があり、エスクは分断されてすぐに沈没した。沈没地点は北緯53度26分36秒時計3度48分。 霊秒であった。相番法が幾人かの生存者を救助したが、乗員127名が死亡した。詳細は、テセルの三次要参照。ありがとうございます。